皆さん、こんばんは。ダンジョンスクロール、ストーンスープのお時間がやってきてしまいました。前回私、夢中になるあまり50分も録画してしまいました。まあ、よしとしよう。えー、<laughs> そのおかげも買いもあってな。無事に獣は探索終了と。これ何かあってもいけないから、あの、ゴーマンの持っていくことにしたわ。透明石はいいな。え、一応持ってっか。なんだって持ってきゃいいんで。 であとね、ミューテーションとか置いておくと。エンチャントウェポンとかも置いておくと。使わねえからな、とりあえず。なもんだな。よし、行くぞ。ドン。えー、今、1400円ありますけれども、あのー、まあ、お店出れるようになっても、ちょっとまず貯めます。で、多くの行動で、お店が確定で4店舗出ますから、そこに向けて着実のお金を貯めていきたいところだが、ファンナーがいるな。 まあ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 、こいつらはそんな全員怖くないので、一体一体削っていきましょう。音出しても、出さなくても、まあ仕方ないなと思うんですけど。一体これ上げます。着火させて、炎で炙ってってやりましょう。俺死ネくる。よし、倒しました。よし。上げます。特にこっちな。オークウォーリアーの方を、注意してってやってください。 今、私、見てください。アーマークラス1でございます。わかりますかね皆さん。ダンジョンに裸で降りてるような, <laughs> ようなもんなんですよ。アーマークラス1。なかなか、こいつ強いからファイヤーボール撃っていくぞ。どうせここにいるだろうって、撃ってっからよし。で、脱出。また降りる。上げる。倒す。降りる。ということを繰り返していくわけだが、皆さん、アーマークラス1を人生の中で感じたことありますかこいつ強いかファイヤーで撃っていくぞ。ポキュポキュ。コクッパにファイヤー撃つようなもんだ。 アーマーマクラス1を人生の中で体験したことが皆さんはあるでしょうか私はあります。えー、私、えー、弱いとって34歳、おっさんでございます。えー、とですね、よく銭湯に行くんですが、ちょっとおっさんらしいでしょえー、街中の銭湯に行くのと郊外の銭湯に行くことがあるんですが、ちょっとお待ちください。えー、ここダンジョン分断されてますが、ディグニング出てないので、これ2階さまに降りちゃいます。緊張してまいりましょう。 えそれでですね、あの、銭湯に行ったらですね、あのー、露天風呂があるんです。街中の銭湯に行ってな、露天風呂がある。あっ、だこういう場所こういうとこ気をつけてて、ここなここ。ファイアーボールチコマボコンつって。爆弾にして、これで、ボカーン !OK。こいつを爆弾にしてやって、ボカーン !OK。モンスター来るかもしれないけど、まあいいでしょう。 あ、そんな来ねえな。角度が良かったのかな。あ、でですね、街中の銭湯に行ったんです。で、私、露天風呂で昼間から天気のいい。まあ、その日休みだったんだな。私、仕事が平日休みの日も結構あってさ。で、風呂入ってたのよ。そしたら午後のいい気持ちのいい天気のいい日でよ。入ってたら、もう周りに中学校があるわけなんですけれども、あの、私はですね、あの、 あの露天に入ってるんですでテレビ見ながらミヤネ屋かなんかやってるの見ながらさ見てたらさでボカーンと音がしてさなんだなんだと思ったら木の実がその露天風呂めがけて投げ込まれてきたんですねで木の実は粉砕してボカボカーンってこう破片が飛んでるわけなんですが何かなーと最初思ってたらですねそのうちもう一回飛んできたんですね最初のやつはねあのなんつか露天風呂のさあのなんか枯れ潜水みたいなとこにぶつかってその割れたんだけどさ 2回目はさ2回目はあのわかるかなよくあの銭湯とかにはさあの亀型のさ五右衛門風呂みたいなお風呂あるじゃんあそこに行く途中の石畳に着弾してバカーンって割れたんだよねつまり人の歩くようなとこに着弾してたまたま人はいなかったんだけどこれ何かっていうとね あの銭湯の周りに垣根があってそこにねなんか木の実がなってんだよねそれを中学生がふざけて露天風呂に見えないけど投げ込んでんのポン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 あぶねえと思ってそのいや中学生かどうかってわかんないんだけど多分そうで私あのその入る前に中学生がそこら辺たむろしてんのよく見かけてたんだよねさそんなことするの中学生ぐらいじゃんだから中学生だって勝手に思ってんだけどいやわかんない俺と同じぐらいのおっさんがやってんのかもしれないけども、まあ、ともあれ誰かかな そのこれ爆弾にします誰かがひどいことに、ね、露天風呂の中に目目がけて木の実を投げてるわけよポコーンってねで俺まさに防御力1だったのよ頭にさ、えー、タオル巻いてるだけあタオル乗っけてるだけこれがアーマークラス1かってこう感じないその時にねいや中学生もよく考えてんなっと思うんですけどつまり バレなないいわわけ犯人もかんないそれだって露天風呂ってさ四方囲まれてさこう覗けないようになってるわけでしょで男湯にさあもしかしたら女湯にも投げてるかもしんないけどとにかく木の実を投げ込んでると。で中のいたさ俺の知り合いのおっさんがさその店員さんに声かけてこう1回上がってねわざわざ上がって店員さんに声かけに行ってた。それで まああのー、店員さんも現場確認して周りとかチ,チェックしてるんだけどもちろんその頃には中学生なんてさ逃げてくしさしかもさ中学生もさ頭いいからさ別にそこでさなんていうんだ石,石とかさそのな木の実投げたりとかしないじゃんたまたまここにいるだけですけど何かみたいな表情するわけじゃん現行犯にはならないように振る舞ってるわけでしょつまりこれ考えたなと思うんだけど露天風呂に石,を投げ石じゃない木の実を投げ込むってことはさなかなか見つけあ犯人を捕まえられないんだよ そういうね、完全犯罪みたいなことを中学生がしてきてさ。それで、お笑いはその時に、あの、危ねえと思って。いや、本当に、水の中だったらまだ大丈夫。タコと同じじゃん、待ったく。水の中に入ってたら木の実当たってもそんな怖くないけどさ。たまたま歩いてるところにさ、結構家庭木の実なんだ。あの、わかるかな,なんか小さい、リンゴの小さいやつみたいな木の実なんだけど。あれ投げられたら、お前、しかもあのー、例えばだ、ね、よ、お前、いろんなとこに当たる可能性あるだろ。それ、もし当たったらどうすんだって話じゃん。なんだ、ここは。 どうするエティンはやべえなあ,あいつだけ殺したいなしたねこいつを爆弾にしてなだな,なだなん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 だあオ多くが店員の罠にを踏んだんだなそれで俺がワープしたんだ 最近意味わかんなくてさ、これ最近ほんと意味わかんないんだけど、なんでさ、敵が踏んだ転移の罠ってさ、私がさ、ワープすんのこれ。毎回意味わかんないんだけど。これ、施設によるとね、あの、いや、わかんない。本当かどうかわかんないけどあの、ネットでさ、配信してるウルトラバイオレント4さんが、その罠を使った、あの、振る舞いが上手すぎて、 あの当局ににらまれてこういう風になったっていう説があるんだよね <laughs>。あの、ウルトラバイオレント・フォーサーの動画めちゃくちゃうまいから見てあげてください。あの非常にうまいです。僕の動画なんか見なくても、ウルトラバイオレント・フォーサーの動画見た方が早いよ、この。ダンジョン・クロール・ストーン・スープのクリアに関しては。本当上うめあの人。なんかあの、しかもね、俺好きなのはね、ウルトラバイオレント・フォーサープレイしてたらね、たまに飛行機みたいな音するんだよね。なんわかんない。 鉄道なのか飛行機なのかわかんないんだけどすげえうるせえ音するんだよね。そこが好き。ウルトラバイオレント4さんの動画。あ、世界のどこかでダンジョンクロールストーンスープやってる人がいるんだっていうのをすごいそれで感じる。その外の生活音、生活音っていうかその騒音なんだろうけどさ。それでなんか、あ、世界に仲間がいるんだってすげえ感じるんだよね。世界って繋がってんだなーって。ウルトラバイオレント4さんの動画見てみてください。なんでウルトラバイオレント4さんの話になったんだ全然覚えてないけど。まあ、とにかく、 テレポートトラップ踏んでさ、俺が、俺じゃなくだ多くがワープするの分かるよ。俺がワープしちゃうんで、意味分かんねえなと思って、本当にこれは。まあ、あんまり文句言っても仕方ないんだけど、そういうゲームなんだから仕方ないんだが、とにかく敵が罠を踏んでも、その子が自分に返ってきますからね。ゾットの罠とかもそうです。これ気をつけてください。あ、ということで、アーマークラス1の話もしたな。中学生がさ、露天風呂にボン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 木の実投げてくんだよ。お前、こういうことすんなと思って。 いや全くねまだなんで勝手に中学生だと思ってるかっていうとそのおっさんだったら絶対そういうことやんないと思うんだよそのおっさんになるとさ露天風呂とかさ風呂に入る良さっていうのをさ気づくわけでしょその疲れを癒す もちろん中学生も温泉に入ってもいいんだけどさ、そういうのっておっさんになって気づくじゃん。おっさんあるいはおばさんになってから気づくでしょ。で、そういう場をさ、平然とさ、なんかすごい自分が完全に有利な立場でさ、争おうとしているわけじゃん。そういうことやるのはまだね、その銭湯の,その魅力が分かってない子供たちだと思うんだよね。別に銭湯の魅力が分かってないことは悪いことじゃないよ、別に。その、その石は石じゃないよ。あの、あの <laughs> 木の実を投げ込むことが悪いんだからな。 もちろん全部が全部中学生か木の実を投げてるとは思えないんだが、絶対そうで、あの、タブロしてたもん、あの中学生が、あの、銭湯の周りの壁、高い壁のところにないやー、ほんとひどいと思って。アーマークラス1を感じたね、あの時アーマークラス1ってこのことかって、思いました。いや、ほんと実際危ないからうん、わかるでしょ。男も女のもさ、あの、裸でいたらさ、ね。 当たっちゃうですよ大事なところにいや,ーいやなんか人類がさどうして衣服を着るようになったのか逆に言うと人類衣服を着なかった頃の人類ってどれだけ脆かったのかな考えさせられたねグレートジャーニーみたいな気分になったわその何て言うんだその簡単な怪我で死んだだろうしさその人類ねその服着てなかった時代の人類 服ちょっとでも着るようになったらさ、かすり傷とか減ってさ、可能とかしないで済んでさ、多分すごくこう生存率って上がったと思うんだよね。だからそういうこと考えさせた帰り道、チャリこいで。あの、セブンイレブンでさ、アイス買ってさ、帰る帰り道にさ、考えたもん、も人生、人生、人類について。これ、お前、人類、服考えたのよかったな。まあ、人類って、こう、いろんな、なんで服をこう着るようになったかってさ、 いろいろ説があってこうすごい寒すぎてあまりに寒すぎて着始めたって説があるんだよあの、その火山の噴火とかであの火山の冬みたいなのができてさその寒すぎて服着たよって説もあるんだが一方で服を着るメリットきっとあったと思うんだよねいやわかんない順番が違って毛深かったけれども服を着ることであの毛が少なくなっていったのかもしれないんだけどもまあそのあたりよくわかんないけどなとにかく 人類が服を着ることでいろいろ安全さが増したんじゃないかなってすごい感じたねあん時はまさか中学生あのいたずらしてくる中学生のおかげで俺人類のグレートジャーニーに気づか,気づかされるとはなっていういやほんと不安だから、ね、いやほんと不安だったあのふすごい不安になったあこれ死ぬかもって思ったそのあと怪我するかもってすごい思ったアーマークラス1でその てか、よく考えたら、銭湯ってその風呂場から向こうはアーマークラス1なんだよね。あの、タオル1枚しか持ってな、ね、いまさにアーマークラス1だわ、あれいや。ほんと気をつけてください。中学生の,あの投石には。投石っていうかあのあの、果物投げてくる攻撃にはね。あいつもスローイングのスキルをこう、鍛えてるんだ中学生。というね、そのアーマークラス1で。 このタコくんも潜ってる。だから、タコくんはあの、だから我々で言うと露天風呂に入ってる風呂場で、から銭湯で、<laughs> 銭湯の中の格好みたいな格好でこの危険な男女に潜ってるようなもんなんだ。わかるぞ、皆さん。銭湯行く格好で男女潜んないでしょ。やべえやつ来たわ。そんな話してたら。えー、コンフューズ、混乱させる。おれ。で、ボルトオブファイアで倒しちゃいましょう。おれ、おれ。倒しました。最後、<laughs> 炎の下先、ケチって炎の下先で倒しました。やっぱり、 あのエナジーあるのほんと楽だね。全然違うわ、これ。食べ物の減りが違うもん。なかったら確実に私、あの、フードショップ出してます。今回フードショップ出した上で余裕だからね。結構、キワキワなんだよね。あの、インテリジェンスとか、スタッフ・オブ・エナジー、インテリジェンス上げたり、スタッフ・オブ・エナジーゲットするまでって結構、このプレイ、厳しいんですけど、こんな感じ、早めに出ることもなきにしもあらずで、あの、 獲得の巻物で1回目祈ってゲットするっていうことが結構あるんですよね。え混乱させました。着火させて逃げましょう。あとこれ、セイントロカさえ出なければいいんだが、こうやってお話ししてるとセイントロカ出てきたりするからな。多くの強いユニークモンスターで、多くの行動にいる可能性のあるモンスターです。セイントロカ。多くの英雄だな。 ということでね、あね着火する、着火する、逃げる、逃げるぞ。皆さんも、戦闘にはご用心。うまく倒せました。今、あの、多くを爆弾にしといたやつをファイアボールで巻き込んで爆発させて倒しました。この多くの,の司祭の上位のやつ、ソーサーラがーめちゃくちゃ強いので先に倒しちゃいます。 で、わざと私、この辺り、音を大きい音を出してですね、オークたちを呼び寄せてます。で、散髪で多くを出してって、倒してやると。あの、多くウォーロード、あの赤いオークさえ出てこなければなんとかなると、私は思っているんですが、ウォーロードが出てきたらちょっと考えるね、混乱させて倒す以外ないんだけど、なかなか先に進めず、お腹ばかりが減っていきますが、安心してください。大丈夫ですよ。 ベリリーーーハンングリー食いますナナレーションでも、あのレーションも出してるから大丈夫だなでも確かに銭湯であの露天風呂入るときぐらいな感じで男女潜ってるって考えた方が緊張感増すよね皆さんはあの婚浴に入ったことありますか私はあるんですけれどもまあなんかさ婚浴ってさあの あの、混浴ってさ、ジャンプの漫画のせいでさ、男たちにいらぬロマンをさ、生んでしまってると思うよ。混浴っつったってさ、男もいるし、相手はオークウォーロード。倒すぞ。変化させるわ。そしたら変化させます。いや、変化していいやつに出るかどうかわかんねえからな。そしたらあれだな。やっぱり、倒してきます。おりゃ。で、うん、何で倒すかな。こうファイアボールでしょ で、次が、ボルトオブファイアだな。ボン。死ね。あ、倒した。よし、オッケーです。普通に倒せたね。あの、距離さえ、距離感さえしっかりしてれば十分倒せますからね。あと、お腹さえ気をつければ。で、お腹今回減らないからね。どんどんと。おりゃ。イエス。コツは MP をしっかり管理することです。連戦にならないように戦っていく。ここも音出したが、一旦バックします。やっぱ来ますね。 えー、オークウォーロードが出てきたので、あれが敵の親玉だと思うんですが、どうでしょうか。混乱させます。うよし。殺し切るぞ。早く死んでくれ。あ、間違った。おりゃ、よし。なんとかなった。ちょっとあのー、飛び道具はやめてほしいね。正直。まだいるかもしれません。飛び道具持ってるやつ。だいぶ倒したと思うんだけどね。 今日私はあれ話したっけ？有給を使って1日休みだったんですが、いい日ですね。こうやってダンジョンクロールストーンスープができるのはいい日です。休みを使ってダンジョンクロールストーンスープをやるいい日です。あの皆さんも職場有給の申請の書類あると思います。日付とかはまあいいと思うんですけど、あの必ずあの自由って言って、あの理由欄書くところありますよね。自由ってあの事の良しって書く自由欄ね。 自由を記述する欄あると思うんですが、私、ダンジョンクロールストーンスープと書きました。何を、なんで休むんですかダンジョンクロールストーンスープやるからですと。は <laughs> はそれは冗談なんですけど。でも、あの、自由欄はあれですね、指示都合って大体皆さん書きますよね。私事の都合で、え今日は有給休,休暇をいただきますっていう風に書くと思うんですけれどその私事、何かと言いますと、皆さんが今ご覧いただいているこれ。 ダンジョンクロールストーンスープでございます。指示理由の私事というのはこれですね。あか指示都合な指示都合。皆さんも書くと思うんですけど、有給の書類。どんな理由を持っても休めるのは別に労働者の権利なんですが、書類のフォーマット上指示都合にてっていう風うに書くんですね。その指示とはこれでございますと。やりました。そんなこんなで。 来ましたが、見てください。ろくでもない店ばっかりだぞ、多分。どん。えー、1個も装備できません。ふざけんな。<laughs> なんなんだ、この店だという。えー、こちら、あ本屋さんありますね。これいいかもしんないな。アクアイメント安い、そして。これは買います。えー、あと果物とかあったら楽なんだが。あー、ないっすね。いいですね,すねで。アクアメントは買いましょう。1個でもあったらよかったです、これ。で、こっちは本屋さん。えー、っとね。えー、っとね。 あ悪くない悪くないちょっとね、通コンコこれイスケンデルンス・ミスティック・ブラスト。これ覚えます。あとはね、ブック・オブ・パワー。あ、あー、こ、うこれも覚えます。オーブ・オブ・ディストラクションとか覚えるからな。いいですね。イスケンデルンス・バトル・スフィアも覚えたいっちゃ覚えたいけど、このコンジュアレーションスとパワー覚えましょう。1000円ぐらい使うけど、いいですね。あとは、親父、立ち読みさせてくれ。 うん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 これはコンフューズ覚えてるのがいいよおい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 いおいおい,おいコーリングスとここがトランスフィギュレーション石像あるの石像スタチューフォーム ああこれ石像っていう魔法がまあ便利なんですよねタコをすごいあの奈良の大仏みたいに石化して超型マンになるというカッチカチマンになるっていう魔法で柔らかいタコにとっては適切な魔法なんですけれどもああもうどうしようかなまあ今回はあんま覚えないでいこうかなとも思っているんですがとりあえず買うのはえっとコンジュアエーションスと買うぞ コンジュアレーションスとあとはブックオブパワーこれだなガツン良いでしょうあとここはアクアイアメントを買うえこれでダンジョンにまたお店あの出さ,さなくなりましたがまた頑張ってお金は貯めていきましょうアイスブラストと、えー、マジックマッピングをあとは買っておきますこれで1175円次のダンジョンは1600円また頑張って出していきましょういい買い物できたと思います えこれで、オーブ・オブ・ディストラクション。これを覚える。これでいいか。これ結構強いんだよ。ボルト・オブ・ファイアとかと同じような感じはあるんだが。あとはね、イスケンデルンス・ミスティック・ブラストございますかありますね。4と。で、あとはオーブ・オブ・ディストラクション。これで7で11か。これでいくか。いいな、それで。 ボルト・オブ・ファイアを覚えてたらオーブ・オブ・ディストラクションいらないんじゃないか説があるがやっぱりただ無属性の強力な魔法は持っておきたいとで次はもうイグニッションでいいなその上ナイスないっすねまだいいでしょうえ殲滅の魔法書が出ればそっちを唱えていくとじゃあイスケンデルンス・ミスティック・ブラストこれ覚えますあとはオーブ・オブ・ディストラクションこれも 覚えてちょうど魔法の領域はなくなりました。え今ここはアムネジアは何枚ありますかないのもしかして。アムネジアってどういうスペルだっけ <laughs> まだ出てないのもしかして。あっ、A じゃ多すぎんな <laughs>。いいでしょう。じゃあ、アクアイアメント読みましょう。アクアイアメント読む。はい。で 1回目のアクアイアメントでもしスタッフオブエナジーが出てないんだったらスタッフ祈ってください。結構これスタッフ出る可能性かなり低いのでスタッフオブエナジーを祈ってやるってのはありです。ただ今回はですね、なんとあのスタッフオブエナジー無事に出てますのでここはですね、ジュエリーですね。いいリングが出ることを期待してジュエリーにしましょう。もちろん外れも多くありますがジュエリー選びました。いきますよ、ガツン。いーす。おいーす。ここまで OK ですね。アーティファクトリングが無事に出ました。それで鑑定していく。せーの、ガツン。 <ー>い,い,いいですね。エレクトロキューション対してつくのいいですね。で、インテリジェンスが5があるあるのいいですね。そして、近接戦闘スレイプラス5いいですね。ストレングスが2下がりますが、他のでガンガン上がってるので、今回大丈夫。ここでほら、ストレングス6上げてっからね、こいつね。いいでしょ。こっちでストレングス4上げてっからね。ストレングス 2, 2下がるぐらい全然問題ありません。これはいいでしょう。 どれと交換しますかっていうことなんですが、え、これね、ウィザードリー1本外してもね、多分大した体制に影響ない気がする。どうですか対戦に影響ないないいでしょう。はい。これで、電撃耐性もつきましたと。ところがですね、あの、ポイズンレジスタンスつけたいんですけど、まだ全然出てねえんだよな <laughs>。ちょっとポ、ポイズンレジスタンスないのポイと。まだ出てないですね。はい。いいでしょう。 まあよろしいでしょう。こんなところで一旦切ろうと思います。なちょっと夢中になって喋ってやってたから、また何分経ったかわかんないけど。まあよろしいでしょう。次はですね、メインダンジョンを15階まで降りていこうと思います。それではこんなところで商店、商点今日もお開き。そんじゃあね。